大川さん、今回の選挙戦ですが、4つの選挙区に11人が立候補しています。改めてどのような選挙構図になっているんでしょうか。はい、全国では自民党と公明党が引き続き過半数を維持できるかが焦点となっていますが、県内の選挙区も与野党による激しい選挙戦となりそうです。自民党は石破総裁がいわき市で第一声を行い、県内3カ所で候補者の応援に入るなど力の入れようがうかがえます。その背景にあるのがいわゆる裏金問題による逆風です。県内でも収支報告書に不記載があった議員が直前に非公認となるなど異例の事態となりました。前回衆院選では自民党から比例復活も含めて5人が当選しましたが、今回は無所属での出馬や比例重複なしの候補者もいて議席を守れるかがポイントとなりそうです。一方で政権交代を目指し裏金問題で攻勢を強める野党はどのような状況でしょうか。はい、VTR でも紹介した通り福島1区では与野党一騎打ちの構図となりましたが、その他の選挙区では複数の野党候補が立候補しました。前回の衆院選ではすべての選挙区で候補者が一本化されましたが、今回は候補者の調整が進まず野党票が割れることを懸念する声もあります。また衆院選ではベテラン議員が引退し新人候補同士の戦いとなる選挙区もあり、短期決戦の中でどれだけ知名度を広げられるかも焦点となりそうです。ここまで大川記者に解説してもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、今回27日に投開票を迎えます衆院選ですが、その投票率にも注目が集まっています。こちら2021年前回の衆院選の県内の投票率が 58.01% でした。前々回の衆院選から微増したということになります。この数字が今回どうなるのか見ていきたいと思います。そして注目されるのが若い世代の投票率です。特に10代、20代、30代の投票率、前回の衆院選では軒並み 50% を下回りました。中でも20代は 35.1% ということになりました。この若い世代の投票率をどのように上げていくのかも今回大きな課題となっています。忙しくてなかなか選挙に行く時間がないという方も多いと思いますが、明日からは期日前投票も始まります。自分たちが過ごしやすい未来を作るためにも一票に思いを込めて投票所に足を運んでいただけたらと思います。